歩く変態。わざと強くやるよ。いやいや、あざなるからやめてもらって。尖ってるやつ。ツボなんです。意味がわかんない。今日は耐えるの、ね、耐えるんだ丈夫だ。持ってくるドッキリを。じゃじゃーん、最悪じゃん。HAPPV のミキ。ハピセラ TV。 じゃじゃーん、はい、激痛足つぼ。怖い、いきますよ。いや、よかったか。こっから見るとさ、右足めっちゃ太く見えるんだよ。やめて。すっきり女の子なってる。オイルつける意味もあるし、うん、かかとへ行きます、うん、で、あれだよね、やっぱり最初よく言われる腎臓から膀胱流すみたいなね、うん、あー、痛い。耐えるんだ。まあこれぐらいにしといてね。なごみ入れときますか。足曲がっちゃってるし。なごみはね、私こうなんですよね。だから前からやってる、うんうん、ここで。おお、そんな忘れてた。私、痛いのとくすぐったいの同時に来るんだった。意味がわかんない。今平気、うん、で、ね、痛いここですよね、うん、だから十二指腸と膵臓と胃がここにあるんでね、うんうん、その上が甲状腺か、甲状腺がこの辺にあるんでね、うんうんうん、そこを狙うのはまあ普通に狙うと。この間思ったけど、してない。可愛い女の子だから加減したでしょ。この間ちょっと薄そうだった。痛くないわけがない。いや大丈夫ですって言ってたもんね。大丈夫ですって言ってたね。全然大丈夫じゃねえし。まあ、だこれぐらいの反射区の私にも今言ってるぐらいは覚えておいた方が、うん、多分言った時に、うん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 、腎臓があって、膀胱があって、十二指腸があっての、膵臓があっての、うん、見づらいですね。見づらい。みんなだから、うん、まあ腎臓ね、うん、ちなみに壺でいう優先が一応ここ、うんうんうん、もっと下だよね、真ん中辺が腎臓だよね、うん、で、うん、ここだから流派によるだろうね。あ、そうだろうね、流派によるよね。私2回ぐらい違うところで習ったんだけど、うん、全然違うもん、場所。まあ、全然違う、うん、だからね、まあ、うん、まあ、こ私こうした時にちょっとね、ここだけなんかねあるのよ。ああ、わかる、止まるとこね。そう、ここが腎臓だと思ってる、うんうんうん、こっからここ斜めにこう流すよね、膀胱、うんうん、私習った時は腎臓で上に突き上げたら副腎って習った。優先だね、まさに優先のところだね、うん、私はここを狙ってこう行って、うんうん、その一個上が十二指腸 で、うんうん、で水道ちょっとなんでね、ちょっとで、うんうんうん、で胃のここが痛いとこね、うん、これが痛いとこで、その上甲状腺、甲状腺ぐらいまで覚えてるね。あと肩こりある人の僧帽筋覚えた方がいいよね、ここのね、うんうんうん、たまに聞かれる、うん、あ、すごいゴリゴリ言ってる。親指の腹だと痛くないんですよ。だから私痛がらせるためにはこことかって、だから、うん、つる、うん、あとね、あとここでね、中国生態でよく言って、うん、あなた頭悪いね、うん、そう頭悪いね、そうみたい、あなたここ痛い、頭悪いね、冷や汗がやばい、うん、で一個あ、基本何回もつけるなら基本的に足裏やってない人で覚えてほしいのは、人の体になってるんですよ。上側が頭で、うんうん、体で足ってなってるので、うんうん、まず基本ベースを覚えてますね。だから頭があって、首があって、僧帽筋とかあって、うんうん、肺とかがあって、心臓とか肝臓とかあって、膀胱があって、うん、ここが腸だよね、うんうん、腸があって、こっちが生殖器とかよくね言うね。心臓は左足にしかないって私は。でね、そう、心臓はこっち左足だよね、うん、心臓はね、ここってなら、うん、で肝臓はこ
右足だけとかね、うん、ここでねこの辺、うんうん、まあ、これぐらい抑えましょうぐらいな感じだよね。あとはもう私はだからもうリスフランと MP のねこの関節を狙うためにこうほぐしながら、オイルでも指圧でも指圧系でもねこういうふうに動かしながらこう細かくやってもらってる感じする、うん、だからこういう体勢ではほとんどやらない。だから足、うん、私はこういう感じでほとんど乗っけた状態でこうやるんで、こういうとこもね狙って、あ気持ちいい。基本ね、今日激痛バージョンなんであれですけど、基本気持ちくやってますからね、うん、うんうんうん、すごい関節伸びた、今パキって言ったそっち向きでやるからできる、なんかこう向きだね、うんうんうん、で、こっち横もきっちりね、こういうとこ、うん、おー、きく、うん、こっちもあるんだよね、いろいろね、うんうんうん、ここに関係のラインがあって、肝臓がなんだらかとかね、うんうんうん、基本あれだよ、ここ止まるとこだからね、止まるとこが気持ちいいからね、こう、うん、下から指の方から来てキュッと止まるとこはツボなんで。すぐつった。早い。何度も早いけど。で、あとのこの間、虚骨のラインとか、あとここでね、かかとの方。あ、気持ちいい。うん、あ、痛い。熱い。あ、でも卵巣ってこっちじゃないの？卵巣。こっちが子宮で、外が子宮だ。うん、子宮だ。そう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 。だから生理来る時とかね、そういう時だとこの辺がちょっと痛いねとかなったり。うん、妊娠した時とか、その分かる人は分かるんだって。そこの反射区の状態が。だから突き詰めてる人はそういうのが分かるもんね。ね、うん、すごいね。すごいよね、うん。ここは痛くないの？うん、気持ちいい。生殖器でね、これ、うん、変態今言わせた軽く変態軽く変態軽く変態あ、すごい、全然あったかいじゃん。すごい気持ち、足が今軽い、うんうん、血がなんか流れてきてる、うんうん、よし、反対いきますか、じゃあね、反対さ、実はね、今日ね、ミキティ仰向けでやるって言ったからちょっとドッキリできなかったんだけど、うん、うつ伏せだったらドッキリしたかったの、うん、ドッキリ用具持ってきた。ドッキリ用具、ドッキリ用具ちょっと持ってくるね。ドッキリ用具、ドッキリ用具、じゃじゃーん、最悪じゃん、最悪だいやこれ思ったより全然気持ちいいから。マジで、マジで、へえ、ね、これ使ってたのよく、木、木、普通の木、めっちゃ軽いです。でこうやって持ちます。持ちやすそうだね。どこで売ってたの？これアマゾンとかで、ね、そう、いやでもね、これネットで買わなかったような気がする。なんかお店で買ったような気がする。東急ハンズとかああいうとこで、でちょっとね、オイルをちょっと、うん、今オイルなんで、うん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 、滑らせたいので、ね、うつ伏せだったらいらないね、オイルぶっ刺すだけなんで、あ、うつ伏せやってみない、ちょっと、うんうん、軽くね、ワンツマッチャマハオオイルなしバージョン、うん、で、これをあの指使うとこうやってやると指痛くなってくるので、うんうん、何も言わずにこうやってやるんですよ、はい、おー、痛いけど、まあでもこのくらい、それ圧加減が絶妙だね。そう、絶妙な圧加減でいくわけですよ。あとこっちね、全く疲れないわけですよ。うん、で、お客さんにね、言わなければ指で押されてると同じぐらいな感じ、ね、みたいです。そうだね。というかこれね、お客さんに言われたの。お客さんでマッサージ店を経営してる人がいて、うん、強もみ対応にこれ持っといた方がいいよって言われて買ったんだよね。うん、で、そのお客さん行くたびにこれ使ってたの。で、実際に他のお客さんでもこれ使ったりして。もうちょっと柔らかくって言われたらさ、うん、怪我した時の指のサポーターみたいな包帯つければいいかもね。ああ、ここね。ただ柔らかく、まあ、タオル上引くだけでもいいけど、そしたらなんか、そうだね、これだけでもだいぶ違う。より指っぽくなる気がする。うん。うん。うん、そう、女の人の尖った指って感じ、ちょっと。これは？いや、わざとです。全然違う、尖ってる方でやってます。尖ってるやつ。マイク蹴飛ばした、うん。じゃあ普通に仰向けに戻ろう、うん。こういう感じなのよ。だからちょっとオイルつけてやったらどうなるのかなと思って。滑るかな。滑ると思うんだよね、少しね。ここにちょっとつけて。で、こう気持ちいいバージョン、ね、うんうん。気持ちいいバージョン。あ、気持ちよくないか、手の方がいいか、あったかい、あったかくないじゃん。いや、でもこれはもうちょっとオイルつければ、これはこれでありな気がする。オイルついてるね、ベタベタ。あ、
あ、足の裏についてないね。足の棒だけ塗ってないから。塗ってない。そのなんか滑りが違うなみたいな。なんかね、割と男性でありがちなんだけど、爪切ってんだけど、多分爪先が軽く当たってくすぐったいことが私多いの。でそれがこれだと爪ないじゃん。うんうんうん、当たんないから、なんかほら。あ、これでもぬるぬるだ。うん、爪ないからいいかも私。うん、くすぐったがりの人にいいかも。ありだこれ。うん。僧帽筋。あ、でもちょっと早いとくすぐったよ。あ、早いとくすぐった。うん、難しいな。じっくり系だ。まあ、オイルの流れに合わせてなのかな。で、この胃のとこ痛い、うん、抜けちゃうか、ちょっと。抜けちゃうね。ちょっとやりづらい。あ、そうなんだ。しかも握ってる手が痛くなるわ、こう横だと。あ、逆に、ね。逆にこれ痛くなるわ。あれ立ってたっけ。うつ伏せの、うんうんうん、あの、オイルなしバージョンだけだね。あ、なるほどね。でも臀部の指圧とか使えそうだけど、どうなの。ちょっとやってみるか、うん、これね、800円か1000円ぐらいしかしないんで。あ、でもなんか徐々に、うん、うんうん、ああ気持ちいいかもしれない。指だとまあちょっとね、こういう感じだよね、うん、ああまあ良さが違う感じだね、うんうんうん、間とか、うん、うん、はい、だくすぐったい人は集中してないと。そういうのくすぐったがりで、特にね、実は左なんですよ。ああ、そうなんだ、あるんだ。そうそうそう。ああ、ああ、ああ、滑る。滑んなかったら、多分ね、こっちでサポートすれば滑んないと思うよ。こうやって、あの、あ、なんていうの、ずれないように。そうそうそう。痛い、でも痛いかも。これ危ないかも。危ない。痛さが危ない。痛い痛い痛いは気だとね。詰まってるの、うん、あーでもなんか入る感じはすごいね。言わなければ指痛い時はちょっといいかもしれない。あ、そうなのよ、うん、指痛い人用にこの棒があると、うん、いいね、うつ伏せだから使えるよねっていう。あははとか言ってる。すぐ手がりが痛い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 。ここの胃のラインをこう。こっちは、こっちは。ああ、気持ちいい。気持ちいいんだ。むくんでるからじゃない。普通の人はダメかもよ。私すごいむくんでるから平気なの。遠いから感覚が。うん。あ、指の方がなんか刺さる隙間が。あ、そうなんだ、うん。こっちの方がいけちゃうんだ。加減すれば。うん。わざと強くやるよ。いやいや、あざなるからやめてください。ただのあざだから。よく言えるやつ、毒出たね、いや、あざだから。なるほど。わあ、あったかくなってきた。うわあ、やっぱあれだね、足つぼは程よくだね。本当だね、うん、くすぐったいんだよね、あと左は。そうなんだ。そう、本当に左大変なんだよ。スタッフさんの研修とか結構大変だよ。なんだろうね、くすぐったいって。それもあるんでしょ、多分何か理由が。なるほど。あとなんか引っ張るのいいよね、これ、うん、おー、うん、すっきり。おお、痛い。痛い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 。これが痛くなかったなんかさゆきちゃんありえないよ。ちょっと全部だけやってみようか最後、うんうん、おりゃあ、ちょっと待って、くすぐったい、痛い痛い痛い。痛いどっち？両方。両方、うん、全然良くない。小電筋あ、合ってるか。中電筋なんかくすぐった、なんかやだ。こっち、梨状筋何にも良くない。何にも良くない。良くない、良くない、ダメです。指でやろう。はい、もうこのまままとめいっちゃいます。はい。まあ結果今話しながらやってたから分かりましたね、うんうん、
まあ、電部とかはダメです、うんうん、まあ、なんかやり方だと思う。今反対からやったから。あ、そう、うん、反対から圧加減を変えればよかったんだよ。だからちょっともう一回、だってグリグリやったじゃん。こうればあ、そう、まっすぐ使った方がいいの。これ動かさない方がいい。動かさない、うんうんうん、そう、うん、それだったらね、うん、ちょっと潰せられてね、意味わかるかな。なんかさ、あの、なんていうの、こういう、もう全然いいじゃん。全然良くなかったんだけどな。全然いいじゃん。だから止めた方が良くない？うん、止めた方が。なんかあの、こういうのなんかさ、木が動いてる感じがするから、まっすぐだったらわかんないかもしれない、うん、こうやって、うん、いいね、うん、こんな感じうん、まっすぐ、まあ、やり方をちょっと変えようっていう感じだね。激痛になってたかな、十分でもね、あの終わった後の爽快感はあ、まあね、あるけど、あのやっぱ嫌いになっちゃうかもね。ああの足つぼのその施術自体を、その時にそう、あそこもし来た場合でも足つぼ抜きで、うん、違う方法でもいいんじゃないみたいなだよね。だからリフレのそういう、うん、あんまりだから俺はやらないんだよね。だから言ってて、強めはね、あんまりやんないかも。強めもやんないし、うん、あんまりオイルはたまにやるんですけど、うん、本当優しくやるだけなん で、うん、であんまり反射区狙ってやってるわけでもなく、さっき言ったように、うん、関節狙って筋骨格系でやってるので、そっちは気持ちいいと思ってやってるんだよね俺ね。あ、うんうんうん、の意味があるんで、だから反射区狙ってやるのは内臓のこと詳しくなって話してあげるっていうとこまで突き詰めればね、うん、いいよね、うん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 、っていう今回の激痛足つぼバージョンでした、はい、コメントあればよろしくお願いします、はい、します。これはね、うん、シェア拡散いらないよねでも拡散してくれると面白いんだよね。あのなんか、そうだね、この木の棒とかちょっと興味ある人いると思うから。そうだね、うん、あのこういうやつなんで、うんうん、800円か1000円ぐらい確か。このくぼんだとこなんか使えるのかな。どれ、あ、これ、いや、それはこれもさ、ここにバームみたいの塗っといたらさ、こうやってちょっちょっとやってこれ長持ちするために空気を入れてるんじゃない、そこで穴開けて。そういうこと。それでもこの、いや、多分そういうことではない。ただ空気入れてる。あ、叩き。どうですか、逆さん、どうですか。なんか ぼやけてる。ぼやけてる。持ちにくい。そうそう、うん。ということですね、はい。はい。今回どうだったでしょうかね。はい。はい、じゃあ、今回はご視聴。喋れてないよね。今日出るさ、あの、日給パンのさ、お店のやつもさ、うん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 、ご視聴者様は言えなくて、もうオープニングで流し、あの NG シーンで流して言える、ご視聴者様、ご視聴者様、言えない、言えないよね、難しい。だから結局見てくださってる方になっちゃって、うん、そうですね、同じことだからね確かに、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。